皆さん、おはようございます。晴れると言ってたら曇ってると思ったらちょっと雨が降ったりして、非常に気をもませる天気が続いているこの1週間でしたが、このゴールデンウィーク最後の3日間、5月3、4、5は中之島祭りがあるということで、今まさに日が差してきました。このような形で3日間皆さんと一緒に楽しく過ごしていきたいと思って、この1年間準備してまいりました。今年のテーマは義を見てせざるは言うなきなりというテーマです。義を見てせざるは言うなきなりっていうのはもともと言葉があるんですが、そこを漢字を変えて、義が、戯れという字ですね。で、言うを遊ぶという字に変えまして、戯れているのを見て遊ばないのは面白くないよっていう、そういう意味で、しております。ですので、今年の中之島祭りは特に、参加制ということを前面に押した、作りにしたつもりです。ステージでも皆さんが参加できる楽しい企画がありますし、向こうに見えます、遊園地でも、普通は乗るだけの遊具なんですが、今回は皆さんにも押していただいたらどうかなと思っております。乗っても楽しいですが、押すのも楽しい、子供たちと一緒に遊ぶのが楽しい、そういう遊園地がそちらにあります。そういう義を見てせざるは言うなきなりというテーマの、中之島祭りは第44回を迎えまして、もうすぐ50回まで、頑張っていきたいと思っております。そして100回200回といければ、いいなと思っております。それでは、皆さん今年のテーマを掛け声で言って元気に始めたいと思いますので、よろしくお願いします。では行きますよ。